大分市の水族館うみたまごに大きなアートが出現しました。うみたまごではマリンパレス創立60年、うみたまごとしての開業20周年を記念して生き物たちと触れ合えるエリア、アソビーチの拡張工事に取り掛かっています。工事のため長さ42メートル、高さ2メートルの囲いが設けられ、壁画が制作されました。全体のイメージの作画と監修は東京在住のアーティスト小山一成さんです。体中をワクワクが巡るようなものを、一つのテーマとして最初から考えて描いておりました。ちょいちょいいたずらな部分も入れてあるので、そういったところを探していただけたら楽しいかなと思います。また別府を拠点に活動する障害を持つ人たちのアート集団なんかも制作に協力しています。絵を描いたり見たりすることによって対話が生まれたりとか、何かこう影響を与えるような感じになるといいなっていうふうに思ってます。アソビーチのリニューアルオープンは来年春の予定で、大きなアートはそれまでの間楽しむことができます。